心配してる場合？1位取るの君じゃなくて俺なんだけど。ヤモリの足元にも及ばないな。まだやりますか？敵の首も主の首もこの剣一つで自在ってわけだ。姫様、そんな顔で見ないでくださいよ。一応俺仲間ですから。突然の訪問をお詫び申し上げます。どうか教えてください。英雄の種族を宿した偉大なるお方の居場所を。だったら僕をうならせるくらいのステージ見せてよ。じゃなかったらまだ間に合うよ。いろんな意味。このド S 様の奴隷仲間に入れてあげるわ。部下を奪われた気分はどうだい？よく言われるよ。図体ばっか更新されて頭の中は変わってる。頼まれた以上、責任を果たすわ。あなたの問題を強制してあげる。何もこんな奴に頼まねえでも、おめえには親父がいるじゃねえか。私の狙いはキースピリットのみ。この大会に二つとも集まると分かれば。破損した部分が修復されてない。以前の損傷が原因。次遊びに来るときは余計なもん連れてくんな。だから無駄だっつったんだ。結局こうなんの目に見えてただろうが、あんたらがいくら頑張ったって俺らは生き残れない。
宮川さんは全てを知った上で受け入れてくれました。耳を汚す話を聞かせてしまってすみません。本物のナナミか。心にあふれる熱い思いが見せた一条の夢、一条の幻かと思った。髪がちょっと鬱陶しくてね、少し切りたいと思っていたんだ。まあその前に人類が試されている。それしたらいいな。これが北の勇者とはな。つまらん。死ぬ。どこかに私を満足させてくれる敵はいないものか。わかった。お前もグルなんだな。俺を騙そうとしてるんだろう。なんだこの記憶喪失も、お前らの仕業か。こいつが裏切ったり暴れたりすればすぐに俺が殺す。上も文句は言えんはずだ。俺以外に敵役がいないから。おい、さっさと答えろ、クズ野郎。お前がしたいことは何だ。20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。だとしても俺の敵じゃないがな。